いや、立ち穴の荷物も持たされた僕の方がヘトヘトなんだけど。電車に乗ったのなんて何ヶ月ぶりかしら。駅からは結構歩かされるし、来るなんて言ったこと後悔しているわ。そんなこと言って、なっちゃん電車の中で楽しそうにしてたよ。面白かったね、大貧民。え？大富豪って言うんでしょ、あのゲーム。あれは大貧民だよ。ねえレジ君。そうですね、大貧民ですね。そう、あなたは優の葉ってことね。この裏切りはしっかりと覚えておくわ。いやいや、誰派ってことはありませんよ。こういったゲームの呼び方は地域差ですから。ちなみに我が輩はあれを堕天使の宴と呼んでおるが、これも地域差なのだろうか。イルカさんは別次元の人ですから、もうそれで OK です。なかなかすごいところに来てしまったわね。ここがレーナとヨーコくんの実家の民宿か。なかなかどうして趣があるじゃないか。思ってた以上にボロいわね。トイレ洋式じゃないかも。だとしたら勘弁してほしいわ。シーズン中にいきなりこれだけの人数を受け入れられるなんて、よっぽどお客が少ないのね。そもそも営業しているのかしら。なんだかお化けが出そうなのだ。タニャ、ちょっとだけ怖いのだ。出るわよ、お化け。ごめんごめん、驚かせちゃったみたいね。ああ、ヨーコさん、すみません。お言葉に甘えてきちゃいました。いいのよ。そろそろだと思って駅まで迎えに行ったけど、途中で入れ違いになってしまったみたいね。とにかく来てくれて嬉しいわ。レジ君、オワリ君、自分の家のつもりで思う存分楽しんでいってね。ん？なんかあの二人だけ特別に歓迎されてない？企画合宿ということだから、とりあえず二間続きの大部屋を用意しておいたけど、それで大丈夫だったかしら。二間続きって、男女が同じ空間ってこと？私も大丈夫かなとは思ったのよ。でも寝るときは襖を閉めれば仕切れるし、それにその方が面白いからってみやびさんが。いくら仕切れるって言ったって、さすがに危険じゃないかしら。相手は変態と中二病変態とアルバイト変態よ。変態トリオの誕生会？これは光栄だね。言うのは大丈夫だよ。その方が合宿って感じがして盛り上がりそうだしね。タニャも別に気にしないのだ。ま、この浅野さんに変なことをしようとしたら鉄拳制裁ってのはみんな分かってるだろうし、いいんじゃないの？浅野、
それだけはないと命をかけて誓おう。右に同じなり。むむむ、そうはっきり断言されるとそれはそれでムカつくんですけど、まるで私に魅力がないみたいじゃない。何よ、みんなしてあっさりと了承してしまうなんて。私だけが自意識過剰な勘違い女みたいじゃないの。分かったわよ、二間続きの大部屋で我慢するわ。それでいいのよね。まあどうしても個室が必要になったら言ってね。ちゃんと用意するからね、レイジ君、オワリ君。だからなんであの二人だけ特別なわけ？意味わかんないんだけど。さてと、いつまでもこんなところにいても仕方ないし、部屋に案内するわね。さあ、どうぞ。中も期待を裏切らずボロいわね。そうかな、ユーマたちのお家とあまり変わらないよ。だから問題なのよ。ちょっとしたバカンス気分を期待してたのにな。あら、期待に添えなくて申し訳ないわね。いやいや、やはり民宿というものはこうでなくてはな。俺は大満足だよ、陽子くん。ありがとう。じゃあ私は引っ込むけど、何かあったら声をかけてね。いや、陽子くん、ちょっと待ってくれ。実はこの後、君にお願いがあるんだよね。お願い？うん。それでは諸君、荷物を置いたら早速夏合宿を開幕するよ。荷物を置くってどっちの部屋に置けばいいのかしら。あ、まずはそれを決めなくてはな。さ、どうしたものか。さて、今回の合宿を始めるにあたってまず最初にやらなければならないことがある。何よ、もしかして全員水着に着替えるのだとか変態的なこと言い出すんじゃないでしょうね。もちろんそれもあるが。あるんかい。だが、それは今ではない。まず最初はレイナの墓参りに行こうと思う。一例の。そうであったな。な、何よ。だったら最初からそう言いなさいよね。本当、紛らわしいんだから。レイナさんとは仮想世界で会ってるから死んじゃってるなんて思えないけど、でもお墓参りはちゃんとしないとね。にゃほー、世界にしてはまともな意見なのだ。それは何よりも大事なことなのだ。そうですね、行きましょう。ということで陽子くん、レイナの墓までの道案内を頼むよ。
わかったわ。みんな、ありがとう。レーナもきっと喜ぶわ。ここよ。夏美さん、どうしたんです？お墓参りしないんですか？怖いのよ。今まで自分なりに現実を受け止めていたつもりだったわ。でも心のどこかで一霊が死んだことを認めていなかった。認めたくなかった。でも、あのお墓の前に立ったら、私は嫌でもその現実に直面する。認めざるを得なくなる。そのことが、怖くてたまらないのよ。そうですか。いいんじゃないでしょうか。合宿はまだ始まったばかりですし、何も急いでしなくちゃいけないことではありませんよ。その気になった時にまた来ればいいんですから。結局来るのが随分と遅くなってしまったね。悪かったよ、レイナ。まあ、待たせすぎてしまったから、お前さんの方から会いに来てくれたってことなのかもしれないが。なんか、仮想世界で会ってるから、一霊がまだいるみたいな気分になってるけど、本当に死んじゃったんだよね。でも、ユーマはレーナさんに会いたいなって思ってたから、仮想世界で会えたのはすっごく嬉しかったな。ターニョもなのだ。お姉さんになったターニョを見てもらえたし、レーナは思ってた通り優しそうな女の人だったのだ。激しく同意。まさに一霊こそ清純な天使と呼ぶにふさわしい美少女であった。今のジャッジメントセブンにはない爽やかな両親と言っても過言ではないだろう。生前に会えなかったのが実に悔やまれる。ちょっとイルカ、それ私たちに対する当てつけなわけ？私たちのどこが清純じゃないっていうのよ。他のメンバーはまだしも、お前のどこに清純さがあるんだい？全身残念まみれではないか。終わり？あんたまで言うか？ま、レーナはいろいろと完璧だったからね。浅野、お前なんて本物に会っていたら立ち直れなかったかもしれないぞ。そんなことない。それに仮想世界で見た感じじゃ胸だって私といい勝負だったかも。むしろ私の方が大きかったような気がするわ。間違いない。お姉ちゃん、それはないと思うよ。そうなのだ。レーナを侮辱すると罰が当たるぞ。罰が当たって今晩おねしょだぞ。我が輩の邪眼によると、どう見ても2サイズは負けておってな。それは言い過ぎよ。負けてたとしたってせいぜい1サイズくらいだから。一例が A カップだとしたら、浅野は小文字の Z カップか。小文字の Z カップって何よ。 A カップ以下ってこと？それ超ムカつくんですけど。ああ、
まあ浅野、少し落ち着け。レーナの墓前じゃないか。あ、大体胸の大きさで女性の価値を測るもんじゃないよ。大きければいいってもんじゃないんだからさ。な、レイナ。あんたが言うな。あてててててほら、浅野、やめるんだ。さてと、レーナに挨拶も済ませたことだし、そろそろ民宿に戻ろうかね。ありがとうみんな。レーナは幸せ者ね。それを言うなら、俺たちだって幸せ者だよ。なぜなら、俺たちがレーナから得たものは計り知れないからね。あんたってば、時々真面目なこと言うのよね。基本的には変態なのに、どうしようもないド変態なのに。さあ、これから民宿に戻って水着に着替えて企画会議だ。ちょっと待って変態、企画会議はいいとして、どうして水着に着替える必要があるのよ。だってほら、夏だし。そんなの理由になるか！ユウノ、タチアナ、気をつけなきゃダメよ。こいつら、夏を理由に何するかわかんないから。下手したら、私たちの下着を漁ることぐらいしかねないもんね。夏美、あんたも注意するのよ。ええ、そうね。浅野の下着には微塵の興味もないが、夏美先生のものとなると話が変わってくるではないか。バカね、私のカバンには絶対不可侵の結界が仕掛けられているのよ。迂闊に触れば、そこにあるのは確実な死。ぬほほほほほほ、夏美先生があの幻の秘技を行使してまで隠そうとするお宝、実に興味深い。レーナに聞いていた以上に素敵な人たちね、ジャッジメントセブンって。そうですね、僕もそう思います。なぜだ、なぜ誰一人として水着にならないのだ。変態発言はそれぐらいにしてよね。さっきも言ったけど、どうして企画会議に水着が必要なのよ。だからそれは夏だから。バカなこと言わないで、第一そこまで熱くないでしょ。合宿中には海で遊ぶこともあるんでしょ。水着はそれまでのお楽しみよ。そうだぞ、早くターニャのセクシーな水着が見たいからって、世界はせっかちなのだ。少しは我慢するのだ。
いや、お前たち二人の水着姿は特に楽しみにしているわけではないがね。あんたそれ失礼ってもんでしょうが。しかもその発言からして目当てはユーナの水着姿ね。姉としてあんたの好きにはさせないわよ。変な目で見た瞬間速攻で砂で目つぶしだから、それから砂浜に埋めるから、満ち潮になったら完全に水没するあたりにね。あ、そうだった。ごめんね世界さん、ここのお菓子並べ終わったらユーの水着に着替えるから。着替えなくていいわ。むしろ着替えちゃダメ。そうなんだ。ユーの水着で企画会議楽しみだったのにな。ユーの、こんなところに来てまで変態を調子づかせることないわ。おかしなこと言われても基本無視しなさい。ちなみに、そういう夏美先生は水着を持ってきておるのか？ノーコメントよ。ふっふっふ。我が輩の七つ星目視録によれば、夏美先生は海においてかなりセクシーで際どい水着を着込み、驚いた。これが黒天使としての真の姿よ、という予定なのだが。夏美が水着？ないない、そんなの絶対にないって。夏美の場合、この合宿に来ただけでも奇跡なのよ。それ以上の奇跡なんて望むもんじゃないわ。もし夏美が本当に水着なんて用意してたら、嵐でも来るって。それぐらいの出来事よ。そうでしょ夏美？まあそうかもしれないわね。そうであるか。それはちょっと残念だのな、レイジーよ。いやまあ残念ですけど。ってそこで僕に振らないでくださいよ。うんうんうん、レイジ君、今本音が出たね。恥ずかしがらずに自分に正直に言ってしまえばいい。自分は夏美の水着姿が見たい。あわよくばその下も。適当なこと言わないでくださいよ。何ですか、あわよくばその下もだなんて。そこまでは思ってませんよ。では夏美の水着姿を見たいことは認めるのだね。まあそれはそうですけど。はい、水着の話はこれぐらいにして企画会議を始めましょうか。いつもなら9時にはもう寝てますからね。立ち穴にしては頑張った方ですよ。さて、議論も行き詰まってきたし、移動の疲れもある。今日はここまでとしようかね。
き詰まったっていうか、後半はほぼほぼ雑談オンリーでしたよね。何？私がどうかしたの？いや、こんなだらっとした感じで大丈夫なのかなと。初日だからこんなものでしょ。それにいつも基地でやっている会議と変わらないし。確かにそうなんですが、場所が変わっただけで人間が変わったわけじゃないもの。このまま何も決まらないで合宿が終わったらそれは困るけれど、まだ日にちはあるわ。それにここに来た理由は仕事だけじゃないもの。何よ、まだ何かあるの？いえ、何でもありません。そうですね、まだ初日ですもんね。慌てずやっていきましょう。この敷居よりこちら側に入ることは侵略行為、変態行為とみなして無条件に攻撃するからね。レイジ君、しばらくのお別れだね。絶対不可侵の結界を張ったわ。この結界を破る者には即座に永遠の死が訪れるから。それでは近づけではないか。いや待てよ、絶対不可侵の結界をも破るアギダロスの一切も用意できれば、あるいは可能かも。残念ね。アギダロスの石ならすでにこの私が確保済みよ。混沌魔界の迷宮に投げ込んできたわ。けえ、足を踏み入れたら最後、二度と外へは出られぬというコンマの迷宮にか。これはさすがに諦めざるを得まい。絶対不可侵の結界か。望むところではないか。無論最初からそれくらいの危険を冒し女性部屋に潜入する覚悟が我らにはある。我らって何ですか。僕はそんな覚悟ちっともありませんから。急に逃げたりするからよ。でもまいっか。あんただってこっちに忍び込もうとしてた変態の同類なんでしょ。ほほほ、我が弟子レイジーがやられてしまったぞ。大切な仲間がやられて黙ってはいられないね。面白い、反撃とさせてもらおうか。そんなのに当たる浅野さんじゃないんだから。私を戦いに巻き込んだこと、地獄で後悔することね。デュアルノクターン。なっちゃん、す
これが夏美先生のマークか。どれ、匂いを嗅いでおこうではないか。うげえ、イルカ最低。言うのもそれはどうかと思うな。まるで洗濯したてのようなフローラルな香り。さすがは夏美先生の枕であるな。そりゃそうでしょう。だってそれまだ使用前なんですから。夏美さんの香りを味わいたいならせめて使った後の枕にしないと。へえ、レイジ、嫌に的確なアドバイスをするじゃない。やはりあなたも変態行為には精通しているということね。いや違います、僕はあくまで一般論を述べたまでで。女性の枕の匂いを嗅ぐ行為が一般的なわけないでしょ。知りなさい。油断したわね、レイジ。夏美よ、油断したのはそちらではないかね。これで大半の実弾は今我らの手の中にある。な、しまった。私としたことが迂闊だったわね。男性諸君、今こそ反撃の時だ。奴らの胸を狙え。そこが弱点だ。イエスサー。レイジ君、グズグズするな。これは今後のジャッジメントセブンの活動において、男と女どちらがイニシアチブを取れるかの戦いでもあるんだぞ。はい。くらえ、ユーロ。うわあ。やるではないか、ユーロ。なんだかわからないけど楽しい。夏美先生、失礼するなり。えい、ならば次は浅野だ。浅野を狙うなり。ね、ちょっと待ちなさいよ。ユーノと夏美は胸を狙ってたのに、どうして私だけ顔なのよ。フェイントだって卑怯じゃない。フェイント、そんなものではない。お前の胸を狙わなかったのは我々なりの配慮だ。それ以上へこんだらさすがにまずかろう。右に同じなり、武士の情け感謝するのだな。うっざけ。ウィルカ、レイジ君、そろそろこの戦いに終止符を打つぞ。一人ずつ集中攻撃で陥落させる。最初のターゲットは混沌の黒天使夏美だ。
俺が右胸、イルカが左胸を狙う。レイジ君はスペシャルシークレットポイントを狙うんだ。これぞ必殺エクスタシーショットだ。ちょっと待ってくださいよ。スペシャルシークレットポイントって一体どこなんですか？ヒットすれば焦点間違いなしのあの箇所だ。そこまで言えばもうわかるだろう。レイジ、幸運を祈るなり。いやいや待ってくださいって、さすがにあんなとこ狙うわけには。レイジ、やれるものならやってみなさい。もっともその度胸があればの話だけれどね。いや僕は、レイジ君、見事命中させたら特別ボーナスだ。バイト代をドドンと奮発しよう。やりましょう、オアリさん。エクスタシーショットです。レイジ、やはりあなたも変態トリオの一員ね。フライエクスタシーショット。オーギー、ロリータガーディアン。むにゃん、ガジガジ君は世界のヒーローなのだ。だから世界征服を諦めるのだ。何、あの禁断の技、ロリータガーディアンだと。まさか夏美先生がその技を得得していたとは。混沌の黒天使、恐るべき相手である。形勢逆転ね。夏美、言うの？奴らの弱点は分かってるわね。どこなの？ごめんなさい、私も分からないわ。言うのは本当に分からなくても、夏美、あんたは絶対知ってるでしょ。今さら清純なふりするんじゃないわよ。いい？奴らの弱点はね、あそこよ。うん、分かったよ。そこを狙えばいいんだね。浅野に言われてやっと分かったわ。ありがとう、勉強になったわ。夏美、あんたって子は覚悟しなさいよ、男子ども。使い物にならなくしてあげるわ。まずい、奴らは確実にこちらのスペシャルシークレットポイントをロックオンしているぞ。それかなりまずいですよね。ああ、絶対的防御が必要なり。私がレイジの弱点を狙うから、あんたたちは他の二人をお願い。お姉ちゃんずるいずるい。ユウノもレイジ君のあそこを狙いたいよ。ちょっと待ちなさい。レイジの弱点はこの私が狙うわ。さっきは私が狙われたんだから、その雪辱を晴らさないと。夏美、あんたはイルカでいいんじゃない？ほら、あんたも少し中二っぽいところあるし、相性いいんじゃない？あの中二豚と相性がいいですって？冗談はいい加減にしてくれないかしら。おお、3人の女性がレイジ君のあそこを求めて激しく火花を散らしている。いや、モテる男はつらいね。オアリさん、変な言い回しはやめてくださいよ。レイジよ、
死である我が輩を差し置いてそんな幸運に恵まれるとはな。恐るべしラノベ男。イルカさん分かってるんですか？みんなして僕のあそこに枕をぶつけようとしてるんですよ。この状況のどこが幸運なんですか？分かったわ。それじゃあ最初は3人揃ってレイジの弱点を狙うってことで。それが妥当ね。うん、そうしよう。ちょっとみんな、いくらなんでも騒がしいわよ。くらえ、ガールズトライアングルシェット。見事なエクスタシーショット。3人とも抜群のコントロールではないか。あなたたち、さあ奥崎はこれまでだ。明日に備えて眠ろうではないか。そうね、寝ましょう。おやすみ。アディオス。おやすみなさい。どうやら脅威は去ったようだね。そのようね。うまくごまかせたようであるな。ユウのびっくりしちゃったよ。見回りがあるなんて聞いてないわよ。まったく、学生の合宿じゃないんだからさ、少しぐらい多めに見てくれたっていいのに。いや、でも他のお客さんだっているかもしれませんし、さすがにちょっと騒がしかったんじゃ。何よそれ、最初に枕を投げた私が悪いって言ってんの？いえ、別にそんなことは。僕たちみんなの責任ってことで。一人だけいい子ちゃんぶってるみたいでムカつく。終わり、こんな気持ちじゃ終われないわ。二回戦、始めるわよ。浅野、よくぞ言った。さらに激しく枕をぶつけ合おうではないか。私も賛成よ。せめてレイジだけでも倒さないと気が済まないわ。今度こそガールズトライアングルシュートをレイジ君のスペシャルシークレットポイントに決めちゃおうね。我が輩たちの絶対防御を甘く見てもらっては困るぞ。皆さん、今晩のところはもう休んだ方がいいですって。また陽子さんが来たら大変ですし。なに、陽子くんが来る前に決着をつけてしまえばいいだけのことさ。そうよ。それにさっき来たばかりなんだから、しばらくは見回りには来ないでしょ。陽子さんも年齢的にきついだろうしさ。では行くぞ。クオ。マジで。陽子くん、いたのかい？いたわ、ずっとね。年齢的にきつくて、ここから動けなかったのよね。ドアの音はフェイクだったということね。すっかり騙されてしまったわ。それにしても、部屋にいながら我が輩たちに少しも気配を悟らせないとは、なんというスニーキングスキル。ねえみんな、ちょっと廊下で正座してみない？
おお、ステファニー、逃がしはしないよ。僕はステファニーなんかじゃありませんって。っていうか、なんで全裸なんですか。当たってます。オワリさんのスペシャルシークレットポイントが思いっきり僕に当たってますから。みんな、そろそろ朝ごはんを。ほわわわわ。うわ、これはないわ。朝から気持ち悪いものを見せないでほしいわね。おやおや、レイジ君、世界さん、昨日はお楽しみだったようだね。そうだわ、記念写真を撮らなくっちゃね。ジャッジメントセブンの夏の合宿の記念だもの。後で現像してレイナの仏壇にも備えなくっちゃ。違うんです、これは誤解なんです。レイジ、やはり運命からは逃れられなかったようだな。これから女子は着替えタイムだから、この襖を開けたらマジで殺すから。さあ、ちゃっちゃと着替えを終わらせるわよ。わかったのだ。水着になって早く海に行くのだ。え、ちょっと待って、ユーノ、あんたその水着にしたの？そうだよ。おかしいかな。まあいいわ、あんたがそれでいいって言うならね。それにしても言うの、あなたって本当に胸が大きいのね。その水着にちゃんと収まるのかしら。ちょっときついかも。激しく動くとね、おっぱいがはみ出そうになるんだ。ユーノのおっぱいが飛び出すとこ見てみたいのだ。きっとすごい迫力なのだ。浅野のやつめ、俺があの程度の忠告で引き下がる男だと思ったのか。いや、オワリさん、さすがにそれはまずいですって。犯罪ですよ。レジ君、男ならたとえダメだと分かっていてもやらねばならない時がある。それが今だ。何気にかっこいいこと言ってますけど、それ間違ってますから。絶対今じゃないですから。イルカさんもオワリさんを止めてください。レジよ、諦めるな。これもまた七つ星黙示録に記された。運命を覆すことは誰にもでき。さあレイジ君、しっかりと見るのだ、この世の天国をな。
キュヌ変態ドスケベ犯罪者ゲーあっ、まさか今の会話がフェイントだっただと？あんたの考えることなんてお見通しよ。だから一芝居打たせてもらったわ。女性の着替えを覗こうなんて最低ね。最低の変態トリオね。いやいや、イルカさんと違って僕はちゃんと止めようとしてましたよ。うん、自分だけ罪を逃れようとするとはレイジ、情けないぞ。浅野さんたちも襖のすぐ向こうにいたなら僕の声も聞こえてましたよね。うん、そうだね。レイジ君ちゃんと止めようとしてくれてたよ。でも襖が開いた瞬間のあなたの困ったようで、それでいて少し嬉しそうな顔は忘れられないわ。そう、死ぬまで忘れないでしょう。そうそう、ラッキーって顔してたもんね。とにかく男どもはさっさと着替えてビーチの場所取りでもしてなさい。ちゃんと民宿を出ていくまでここから見張ってるから。ターニャは着替えが終わってるからレイジたちと一緒に行くのだ。仕方ない、言われた通り水着に着替えてビーチの場所取りでもしていようかね。そうするなり。待ちに待った海なのだ。ターニャ思いっきり遊ぶのだ。よし、じゃあ行こうか。はい